はい、どうも、瞬間ティータイムようこそということで、今回も京キャラ学園やっていきたいと思います。で、今回は前回の続きでね、どうだったかな、前回がね、もうそう、2024年が終わりまして、2025年に入りますと、新学期がもうちょっとで始まりますね。楽しみですね。はい、お正月やっていきましょうか。もう2025年か。1年ってとっても早いのね。おせちを食べてお腹も膨れたし、眠くなってきちゃったわ。誰か来ましたね。誰だろう。あら、1年の初めから誰かしら。おお、やっぱ2人か。ちょっとでっか。ココさんと、まあ、ガン先輩ですね。で、ココさんが、初詣行かへん？初詣行こうよ。狂ってんな。あ、お二人ともいいんですか？ぜひ。じゃあ。よし、じゃあ行くか。あ、そうだ。待て、ココは。ココスくん。いいだろ。別に年を越さなくても。2024年に取り残されてくれ。いいだろ。ウィー、この辺りなら、強人神社が近いぞ、もむされてんな、ガン先輩。そろそろ。じゃあ、そこに行きますか？壊れてくれ。なあ、ココス君、もういいだろ？そろそろ壊れてくれ。壊れるか。じゃあ、壊れるか。ちゃん？壊れてくれよ、本当に。なあ、コちゃん。え？あのさ。君も望んでくれない？うえー、ちょっとなんかよくわからないんだよね、ほんとに。壊れるっていうのはその物理的な部分なのか、それとも内面的なね、部分なのかっていうので結構変わりますから。じゃあまあでも、一旦壊れないでほ、いやでも壊れるかって言ってるか、壊れてほしいんですか。じゃあ、壊れろ。壊れないぞ。望みが足りないんじゃない？もっと真面目に望まないと。って、そんなこと、真剣に望めませんよ。まあ、そらそうだな。何なんだこの会話は。そもそも壊れるって何ですか？やっと聞いてくれた。さすがおしりこちゃん。なんかこういう。なんかよくわかってないんかい、ここさんたちも。実はようわかってへん。総区間がよう望んどる。いや。いや、だってこんな存在許されるわけなくない？許しちゃダメでしょ。確かにね、結構すごい異形的な感じだよね。異形っていうかね。すごい見た目をしてるしね。なあ、ココくん、頼むよ。もういいだろ。そうだ、神様へ何を願おうかしら。もうおしるこちゃんも結構ガン先輩のことを適当に受け流してるよね。面白いなあ、本当に。じゃあ、力成熟と成熟と知能指数が良くなるか力かっていうことか。まあでもやっぱ頭良くなりたいからな。うるさ。2024年、いい年になります。あれ ?2025 年なんだけど、もう頭悪いじゃん。あ、2025年間もうダメじゃん。終わったわ。もう終わりました、この年。あれ？お前らなんでいいの？え？冬休みは？え？2025？ え？は？明けおめ？もう学校始まっちゃってるよ、徳本先生。明けおめです。2025年明けたのって。めっちゃでも最初上機嫌で可愛かったな。いやマジで可愛いわ。はい、1月から2月になりました。もう1月終わりなの？まあそうか。あ、来たー、レアフルボイス。じゃあレアフルボイスイベント。何それ。日本語おかしいだろ。ちゃん、一緒に帰るか。あ、ここさん、ぜひ。ふーい。ほな、ワイはこの辺でちょっと買い物にね、行きたいとこあんねん。今回はココさんっていうことなのかな。はい、じゃあまた学校で。あ、もう終わり？嘘でしょ。言いたいところやけど。あ、まあだよね。え、そこに誰かおるんか。え、誰かいる。ココさんは正面を向いたまま口先でつぶやく。誰だろう。あ、謎の男だ。誰なんだ。誰ですか。なんて言ってん、誰ですかって言って今。なんか目が木って書いてるよね、中に。誰だろう。あら、誰。学園からずっと
ワイらの後をつけてきたやろ。何が目的や。かっこいい、ココさん。黙ってんな。はっ、え、逃げた。その瞬間、黒服の男が走り出した。しかし、まあ、ココさん強いからな。やで、かっこいい。すごいね、なんか急にバトル漫画みたいになってきたんだけど。逃げたらあかんで兄ちゃん、今はワイとお話し中やろ。いや、めっちゃ面白い、かっこいい。やべ普通に日本語喋れるんかお前。すごい、動きが完全に見えなかった。まあ、逃げるっちゅうことはそういうことやな。え、何？話せや、イカレアニマル。イカレアニマル、それは無理な話や。ああ、兄ちゃんには今から一緒にある場所に来てもらうで。え、そんなことしてただで済むと思うなよ。すぐに僕の遊園地久々のメリーゴーランドは楽しいぞ。急に遊園地来たんだけどどういう状況？久しぶりだわ。小学校以来かもしれない。覚えてないけど。覚えてないんかい覚えとけ、それぐらい。焦ってる。空がオレンジ色になっちゃったか。まあ、学校帰りだもんね。いや、学校帰りに遊園地行けるってめっちゃ最高じゃない？じゃ、みかんでも食べるか。なんでみかん？まあ冬だからね。うん、季節じゃないのか。まあ、でもそうか、2月だもんね。待て、うん、え、あんたら何が持ってた？確かに、うーん、ストーカー君が一緒に遊びたそうやったから遊んでみたBGM がでかすぎてセリフが微妙に聞こえない。ストーカー君ってなんだよせや、さっき駄菓子屋で買い物した時、大玉の飴ちゃん買っとったんよ駄菓子屋にも行ったんだしかもちゃんと飴、お菓子買ってるんだね。ほれ、お友達になった記念に。あ、いや、ココさんが行ったってことか。なるほどね。てか、いらないが。てか、いらないがいや、こっちの綿飴にするか。綿飴も売ってるんだ、すごいね。綿飴じゃなくて本物の綿飴。ふざけんな、マジでざけんじゃねえ。そっから何なんだよそれ、笛ってやつ。確かに鳴き声なのかな、笛はね。ほな、うん、ここ言ってくれないんだ。ほなと、暗くなってきたし帰り道気ぃつけってな。あ、笑った、かわいい。うん、結局あなた誰？じゃあ私も帰ろうかしら。ああ、あ、そう、勝手に帰れよ。え、しまったわ。いや、京ケラ学園っておのおの鳴き声みたいなのあんの？名乗るのをすっかり忘れるところだった。私、おしるこっていうの。あなたは？あのさ、名乗る気があんならこんな格好してねえから。じゃあストーカーくんで。あのさ、ストーカーだと思うなら和気あいあいにあいあいと話しかけるのやめね。また機会があれば遊びましょう。なんなんだよ。いや、この状況絶対おかしいだろ。次の機会なんてあってたまるかまあだろうな。え、逃げ家にまるでテスター。はあ、頭痛くなってきたわ。僕もう帰るね。帰るわ。なんだろう、元は違う国の人で、一応日本人でもあるのかな、ハーフみたいな感じなのかな。行っちゃったわ。久しぶりにメリーゴーランドができて楽しかった。ストーカーくん、何者なのかわからないけど、また現れるかしら。なんで、誰のストーカーなんだろうね。なんやお前ら、何そうそうしてんの。あー、明日バレンタインデーか。ま、学校には持ってくんなよ。なんかちょっとさ、先生顔が赤らんでない？ねえ、元からからなんかちょっとこうバレンタイン期待してますみたいな顔してるよね。バレンタインかということで、まあ2月だからね、楽しみだね。バレンタイン前日、甘い街中、すごいピンクピンクしいね。うん？そばの JK たち、ねえ、ナキュの新曲聞いた？聞いた、超かっこいい。朝霧夏樹って人気だけど、俳優なの？アイドルなの？歌手？全部じゃない？なわけ。まあ顔がいいから何でもいい。永遠に押すわ。 JK 同士でショッピング、いいな。芸能人の話題かしら。またナッキュン、なんだかよく聞くわね。それにしてもバレンタインか。私、チョコレートをあげたい人いるかな？え、これ選択できる？あ、
ちょっと待て待て待て、これさ、まだ今の選択肢的にココさんとあとガン先輩なわけですよ。多分これですごい好感度が上がると思うんだけど、僕は徳本先生のルートがあるんじゃないかと期待してるわけ。まだね、先生ではあるけど、だからまだあげたい人はいないにしよっかな今回はね。じゃあこれで、やめておこうかな。まあせっかくね、まあバレンタインだけどフラグ消滅しちゃったね。徳本先生も学校にチョコを持ってこないようにって言ってたし、まあ見た方がいいんだろうけどね、これはまた違う機会にね見ようね。そして平和なバレンタインを過ごした。はい、これで2月は一応終わりかな。ということで3月ですね。いや早いな、もう1年終わりか。いやでも、まあ、今年は1人もかけなかったな。じゃあまあ2年になってもお前ら頑張れよ。徳本先生あれだよね、3年間ぐらいずっと一緒にいてくれるんだよね、大丈夫だよね。ね、っていうか今年は1人もかけなかったってことは去年は結構かけたのかな。やっぱり1年最後の挨拶ということで、ちょっと大丈夫かな、不安になってきた。これでもう徳本先生とのお別れだったら僕はもう泣くぞ。じゃあ行きましょうか、1年の最後で。はい、3月の休日ノーバディーパーク。あ、ってことはまたあれじゃない、バイオリンの男の子とかいるんじゃない。またノーバディーパークに来てみたけれど、ニーナさすがにいないわよね。そっか、ニーナとかいう名前だったね。あ、違う、この子がニーナは。いた、あれあれ、おしるちゃん相変わらずお散歩。あなたは、うん、休憩。こんな町から離れたところまで来て休憩。え、うん、ここだとさ人がいなくて落ち着く。人に囲まれるのが息苦しいっていうか、あ、一人になりたい時あるでしょ。ねえ、そう、誰にでも。何か悩みがあるの？ないよ、何にも。そう、嬉しいな。っていうかさ、びっくりしてる、君とまた会えると思ってなかったから。あら、私はもしかしたら会えるかもなんて考えてたのよ。俺、本当？俺そんな頻繁にいないよ。ここに来たのだって前回会った時ぶりだし。じゃあちょっと久しぶりね。私も前回ぶりよ。嘘、タイミングすごすごいね。確かにね。あの決してストーカーとかしてるのではないか、ないからね。いいね。あ、よかった。ちょっと怖かった、されたことないわけじゃなかったから。あ、そうなのね、確かに綺麗な人だものね、納得するわ。てんてんてん、ありがとう。なんか君と話してるとさ楽しいや。え、ねえ、普段何してるの？普段何してるんだろう。フラットお散歩したり、お買い物したり、お料理したり。テレビとかネットは見ないの？まるっきり見ないわ。そうね、僕見ないな。なるほど、いいね、いい日常憧れる。え、ね、いや変なコメントをしちゃったかも。コメントって言い方ね。変なんかじゃないわよ。そういうニーナは普段何してるの？ゲームいっぱいやってる、そればっかりかも。あら、そうなのね。私は全然やったことがないけど楽しいならやってみたいわ。いいね。それじゃあさ、今から一緒にやらない？ゲーム今？うん、今ゲーム機持ってるからすぐできるよ。俺人がプレイしてるのを見るの好きでさ、わかるな。私にできるかしら、見たこともないから不安だけど、よければ。あはは、なんか楽しくなってきちゃった、楽しくなっちゃった。おしるちゃんって俺の友達に似てる。誰だろう友達って。うん、その人もすごいのどかな生活してて、現代っ子の逆みたいな。誰なのかしら。確かに嬉しいな。さ、これどうぞ。よし、任せて。わ、すごい、めっちゃ近い。いい感じ、今のうちに武器パージしとくといいかも。ほら、3ボタン同時押しの。なんかめっちゃ音楽流れてる、おもろ。どのボタンだったっけ。こことこれとあとこれだね。何度やっても覚えられないわ。それに動きが速くてついていけない。いやマジで近すぎじゃない。楽しいね一緒にゲーム。なんか急にちょっと恋愛ゲーム感増してんの。ボロがズームになってちょっと動いてるし、すげえな。全然操作できないのに喜んでくれてる。
いい人ね。あ、撃たれるよ。ほら、あそこに敵がいる。FPS 系なのかな？え、気づかなかったわ。あ、殺されちゃった。あー、惜しいね。でも上手。上手だよ、ちゃん。初めてなのにすっごくいい動きなんかおもろいな。まあ本当よし、じゃあ次こそは頑張れ頑張れ、おしるこちゃん。え、あ、電話が来たわけか。これでもう終わりなのかな。え、ごめん、ちょっと電話。あ、うん、これがまあね、仕事の電話なんだろうね。はい、どうしたの。うん、そうそう、ノーバリーパーク。え、偶然だね。ごめん、遠くにいてオフだと思って。あ、謝らないで。全然俺嬉しいよ。いつもありがとね。って、あれ？ねえ、もしかしてまた何かあった？なんか声が落ち込んでる気がして。うん、うん、そっか。あのさ、終わった後詳しく聞かせて。いや、迷惑じゃないから、俺が話したいだけだし。いい人だな。と、そうだ、タクシーは。わ、さすがだね。ありがとう。じゃあまた現地で。うん、服が可愛いな。てか、ごめん、お待たせ。俺行かなきゃなんなくなっちゃった。あら、残念。じゃあ続きはまた今度ね。そうだ、よかった、連絡先とか。ねえ、ごめんね、俺そういうのなんか勝手にできなくて。え、あー、パーク外に出ておかないと。ニーナはスマホをちらっと見てつぶやいた。ありがとう。おしるちゃん、今日はありがとう。もしまた会えたらゲームしようね。ええ、もちろん。その時を楽しみにしているわね。うんうん。忙しい人なのね。同い年なのに、休養なんてバイトとかしてるのかしら。あ、もしかして恋人？また、たまにここに来てみようかしら。距離的に頻繁には来れないけど。そんな遠いのか。それにしても、連絡先を聞いた時に言ってた、勝手にできないってどういう意味かしら。やっぱり恋人がいて、束縛されているとか。また会えたらいいわよね。でもあんな、ね、恋人いてあんな近くにいるのは結構やばい男だからね。はい。3月が終わりますね。今日は休みね。何しようかしら。あ、こっから、また行動できるんだ。いいね。素晴らしいね。じゃあ、とりあえず、まあ、ここトークをね、いつも通り見ていって、で、セーブできたかな、わかんないけど、じゃあここトーク見ましょうか。はい。ここが自分、スペランザとグループを作りました。え？あら、グループチャット？せや、昨日の帰り道、自分の後ろ辺にストーカーくんがおったで。ほんとだ。あ、ココさんのストーカーなんだ。めっちゃなんか、仲良くなってんだけど。え、ほんと？気づかなかったわ。いや、ちょっと待てや。なんだこれ、おかしくねえか。ストーカーとね、通話してるからね、会話してるから。なんで俺の連絡先知ってんだよ、イカレアニマル。ウィー、タッチ通信だぞ。クソが怖え。ウイルスにいたもんじゃん。え、グループを後にしました。悲しいな。そうですね。まあ、また機会がありますよ。せやな。この二人の関係性、ココさんとそのね、外人さんみたいな人はどういう関係なんだろう。じゃあ、まあ、今回もね、自由行動ということで、バイト行きましょうか。毎回のことですが、バイトに行きましょうね。さあ、徳本先生、今回どんな格好をしているのか。でも割と今回結構こう、徳本先生感は、こう、髪の毛ぐらいでね、隠れてるね。めっちゃオシャレな格好してるわ。なんか、オシャレではないな。一日ダイ、ダイムのタイムっていうのかな、これはのお汁です。よろしくお願いします。チューリー絶対違う。ミセスチューリーなのかな。私はミセスチューリーよ。今日だけはどうしてもシフトを奪らなくて、ほんと困ってたとこよ。すごい奇抜な服装。あらんあらんってすごい声だな。あっちゃ、今失礼なこと考えた、考えてるんじゃないでしょうね。まさか綺麗な人って思ったんですよ。すこすこ。え、これ徳本先生じゃないのかな。いや、目の部分がライチってか、あれだな、ライムになってもんな。あのサングラスの模様かな。絶対そうだよ。とぼけるんじゃないわよ。私には全てまるっとお見通しなんだからね。そうなんですか。では徳本先生ってご存知でしょうか。
うるせえわよ。売り場に行き着きなさい。バイトを頑張った。何個してるんだろう本当に。あれ15,000円ぐらいもらえたな。前回25,000円だったからね。あの作者さん乙女でやったことはあるんですかね。会社から電話マジかよ、くそ。はい、もしもし、はい、はい、はい、お疲れ様です、お疲れ様です、お疲れ様です。いえいえ、あ、大丈夫ですよ。いや、全然大丈夫です。はい、はい。徳本先生の今のは中の人ってことだよね。声優さんのねコメントってかあれだよね。おもろすぎだろ。で、いや確かに作者さん恋愛ゲームやったことあんのかな、ちょっと気になるね。ちょっと待って、今のめ一番好きだったかもしれないってくらい面白かったわ。電話来てたし。よし、じゃあこれで、はい、新年始まりましたね。1から2確実に強くなるお前に体育館でとんでもないやつが待ち受ける。え、なんかまた新キャラが来るのかな。ちょっと一旦セーブして、はい、今回はまあ1年目がね無事に終わったということで、2年生ね、2年目頑張っていきましょう。はい、ということでまた次の動画でお会いしましょう。それじゃあまたねー。